中京当局による臓器狩りは世界各国から非難されアメリカ、ヨーロッパ、カナダなどの議会では臓器狩りを検積する決議案が次々と通過しています。16日、中京衛生部の元副部長江潔夫が台湾で会議に出席した際、台湾の国際臓器移植寛解協会は場外で臓器狩りの停止を求めました。 中京衛生部の元副部長、高潔夫が16日、台湾で会議に参加した際、会場の外では、台湾国際臓器移植寛解協会が近年国際社会で可決された中京の臓器狩りを検跡する決議文を読み上げました。 国际上非常关注，也要求这个中共立即停止使用，呃，包括大量法轮功学员在内这些两心犯的器官以及死刑犯的器官。我这次来也是带了这个欧洲议会在 20,、呃，在二零呃一三年通过这个欧洲的紧急动议，以及现在呃欧洲理事会啊、呃、将。 邀请各国来签署的这样的公约的消息，要带给黄杰夫部长。良心犯被摘取器官？这个、这个，我不知道你讲什么良，我都没听懂，听不懂你的意思。就是有很多法轮功学员，或者是……哦、嗯，我我不我不知道这个事情。コ、ケツフモ副部長は手を振りながらシラを切りました。一方、今年の12月、カナダ議会で決議案が通過したほか、7月には。 アメリカ下院外交委員会で281号決議案、去年12月には欧州議会でも決議案が通過しました。いずれも中共当局に臓器狩りを即刻停止するよう求めており、両親の囚人、宗教の信仰、ファルンゴン学習者などが特別に言及されています。中共当局は2015年からは、 死刑囚の臓器使用を停止すると発表しましたが、国際社会からは、中共が国際社会の監督から逃れるため、数字のゲームをしているだけだと疑われています。中国で実際行われている臓器移植の数は、 死刑囚の数をはるかに上回っています。今年2月、国際移植学会は、習近平主席に公開書簡を当て、中国の臓器移植市場の腐敗と臓器の乱用を変えるよう呼びかけました。書簡では、中共は2013年に死刑囚の臓器使用を停止するとの、いわゆる公衆決議を通過させたものの、実際は実行されておらず、臓器の配分には、 依然として腐敗が横行している。中国の法律は、ハリコの虎に過ぎないと指摘しました。新東人テレビがお伝えしました。